おう。ねえ、なあ、こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか、どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか、あとこの体も気になるか。昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか。ああ、病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか、向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか。手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした、おめでとうございますの一言も言ってくれないのか。素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか。政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん、はあ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか。だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか。じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか。どうだ。そりゃほら見ろ、リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る。沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組は
けじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。それ誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え、そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか、大晦日に行ったカムロ町のクラブ。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若、いつからそこに。あの若。おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったら血拭く時にでも使え。酔っ払いだ。何あれ、具合でも悪いのか。見るんじゃねえ、見るんじゃねえよ。起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。マザワンじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくるなんていい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ。え、田舎のおもちゃ屋か。おもちゃだと思ってんのか。本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした。ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、ハンパモンのくせ。てめえ、いい加減に。
この男が鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか？そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前をあいつはバーンだろ。ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。ふん、じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんすけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな？じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。
だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか。俺の価値を知らしめさせるためさ。え、想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党の奴らはどう思う。青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか。選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか。あのシェルターか。あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる？ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな、それじゃ彼女たちを騙したのか。犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。なら今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって、愚か者が。出現しませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。うっ、おい、えい、このバカ。お前らなんでここに。おら、どけどけ。逃げるわよ。見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。すっきり。おう、本庄を叩き直したので仕事にしてやる。食べに行きましょう。なめないで。練習するのか。やんのか。おれおれ、かかってきなさい。ほら来いよ。ほらやるぜ。はい、え、やってやるぞ。見せてやるよ。ぶっ飛ばしてやる。ガンガンいっちゃうぜ。これやってみんか。ほら
だ。これで終わりや。投げるなよ。何やっておる。何？しんどいね。なめないでくれる？よし、きた！私の番です。相手に随分大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫ずが走ってたんだ。まあまあ言わせたってやりましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まりや。根性叩き直したやってやるぜ。壁に行きましょう。どうしたんや、してみろ。やってやるぞ。
力だ。さあ、よし。俺の番だな。私の番です。俺の番ね。私の番ね。さて、ちょっとおとなしくしてて。な？よし、行くぞ。私の番ですね。くらえ！どうぞ。やるか。俺の番だな。なめないで。さて。私の番ですね。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろう。箱の中におめえの首を見たらな。気持ち悪いやつだったわね。大海にはこんなのがワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバいやつらだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの、勘弁してよ。一番浜子さん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ？あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。
シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ、一体どうなってんだか。落ち着け、浜子さん。一緒に探してくれよ、一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだ。そんな、あの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから異人町に身を寄せていたんじゃないか。私はね、私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめんよ。ちくしょう。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、さっちゃん。どんどん異人町がぶっ壊れていくな。半純喜が言ってたの覚えてるか。俺たちも行くあてがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行くあてがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは親もとっくに亡くなってるし、今さら行くあてって言われてもな。最後はとてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも勝算があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。勝算があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも勝算もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。勝算なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に大海連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。ったく、呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッチャン、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか。俺がそんなに薄情に見えるか。こうなりゃ地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。
どいつもこいつも今に見てろよ。お待たせ。まあ、まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長、食うのは若い俺らに任せてくれるや。私らはまだ全然いける、心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めが彼ってわけだね。ここだけじゃねえ、全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。となりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊の王国だったこの町を取ってこそ、その後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな。たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしても、この偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。何がだ。だってそうでしょう。このままじゃやられっぱなしですよ。しかし、ほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなくブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ
偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になってこの町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偽札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえこの町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った、僕は春日君に同感だね。お前、俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫妃も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。そう、俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたんだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ。分かった。墓地の会長、俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。ああ、分かったよ。まったく、ただご馳走するって言われてきたんだがな、すっかりのおせられちまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。久米を落選させる？どうやって？いや、まだそこまではわかんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が。殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまで辞める気はないでしょう。勝つまで辞めないか。おう、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。出なきゃ若の花は明かせねえ。まあ筋は通っちゃいるが、久米より票を取れる人間って言われても。まあ相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか。あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいでこの町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあいっそ星野会長が出馬ってのはどうです。なんだと？だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら維新庁でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世も末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか。構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。
候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか。先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わねえ。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要だ。300万、俺に用意しろと。でかい喧嘩を売ろうって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだ。はあ、会長の言う通りだね。どうする春日君。